みなさん、ヤッホー、リクチャンネルのロミと、リクチャンネルのリクでーす。リクちゃんと座ってよね。はい、今日はまたリクについてのお話なんですけど、もうね、リク来年の4月で12歳。かなりね、シニア犬なんですよね。でも何回も今までリクの心臓の病気が見つかりました、おしっこの病気見つかりました、耳が聞こえなくなりましたとかやってきたんですけど、またちょっとした病気が見つかっちゃいましたね。でもまあペット飼ってる方のまあ少しでもね参考になればいいと思うし、あとリクと同じ状況になった方もしいたらね、ルミもアドバイスとかも欲しいので、ぜひ最後まで見てください。それではスタート。でまず見つかったのが1ヶ月くらい前なんですよ。で何があったかというと、1ヶ月前にまず最初にね、ロッキーリクレイみんな去勢手術をしてなくて、抗がんが残ってるの、これたまたまここにね残ってるんですよ。ここにね、わかるよね、みんなここに抗がんがあるので、1ヶ月前に片方の抗がんが大きくなってたんですよね。これこっち側が最初はちょっとなんかちょっと大きくなってるかなって後ろ姿見て気づいて、でなんでだろうと思って、でよく見て触ったりして、やっぱり左右差が気になったので、なんでだろうと思って、で心配になって病院に連れて行きました。でまず気づいた日の次の日に連れてったんだけど、ちょっと大きくなってたの、またそうだからこれちょっと心配だから連れて行こうと思って、やっぱりもうおじいちゃんだし何があるか分かんないからね。で病院に行って先生にね見てもらったら、まあ、触ったりして、まあこれは腫瘍だねって言われちゃいました。まあ簡単に言うとがんで、悪性か良性、悪いがんか、いいがんかが見ただけじゃ分からないから、今はもう経過観察かなって言われちゃったので、もしねこれ以上大きくなっちゃったりしたらもう悪性の可能性が高いから手術して取んないとダメって言われて、でこのままの大きさだったら、まあ、多分良性だと思うから様子見で大丈夫って言われたので、もしね悪性か良性分かんないから、まあどっちみちもう取った方がいいんだって。でもリクって前に動画でもやったんだけど、心臓の病気があって不整脈があるので、心臓の病気があったりするワンちゃん、あとフレンチブルドッグだから鼻ふがふが言ってるじゃん、鼻が潰れてて、でそれで呼吸もちょっと悪いから手術は結構リスクがあるって言われちゃったんですよ。全身麻酔だから注射して麻酔でそのまま起きない可能性もあるって言われちゃったから、もう本当に手術は最終手段、悪性の可能性が高い時はもう取った方がいいって。だから抗がんのがんって性質腫瘍っていうのかな、は他のところに移ったりする可能性がすごい低いんだって。そうだからゆっくり経過観察でも大丈夫って言われました。もうそれ聞いただけでも、まあ、不幸中の幸いみたいな、まあじゃあまだ大丈夫かなと思って、でもとにかくもうその日からは本当に心配になっちゃって、もうとにかく大きくならないことをね、もうこの1ヶ月過ごしてきたんだけど、まあその1ヶ月前に病院行った2週間後にもう一回来てって言われたから行ったんですよ。そしたら、まあ、ロミももう本当に心配だから毎日すごい定規で測ったりとかもしてたので、大きくならなかったんですよ無事に。で2週間後病院行って見てもらったら、まあこんくらいだったらまあ大丈夫かなみたいな、でも悪性か良性かはまだわからないから、まあもうこれ以上大きくなったらもう取ることを考えようって言われました。であと病院の先生が言ってたのは、悪性だったら徐々にやっぱり元気とかもなくなってきたり痩せてきちゃったりとかもするみたいなの言ってたので、結構もう毎日ねちゃんと観察してたんですよ、リクのこと。もうすっごい元気なのマジで。もうロッキーレイのこと噛んだり走り回ったりとか、こっちがねすごい安心するくらい元気で、動画見てる方も分かる通りねめちゃくちゃ元気で、まあ、リクももうおじいちゃんだからたまにちょっと調子悪かったり咳したりとかはあるんだけど、もう普通にいっぱい食べるしめちゃくちゃ元気だったから、それも病院の先生に伝えて、じゃあまだ経過観察で大丈夫かなって言われたので、まあ安心はしたけど、やっぱり腫瘍だからもう腫瘍は確定らしいのを見た感じね。
だから心配は心配ですね。これ以上大きくならないですし、写真撮ったりして1週間に1回くらいで大きさ比べたりしてるんだけど、やっぱり触った感じは2個あって大きさあるんですよ。倍くらいはあるのかな、もう1個の。だから触った感じはでかいけど、まあ、大きくなってはいないから、まあ、大丈夫かなと思うけど本当に心配ですね。本当に、まあ、去勢手術してないから、まあしてる犬はなるっていうのがもうないんですよ。その底のがんになる可能性はゼロなんですけど、してないから、これからロッキーレイももしかしたらね、なっちゃう可能性もあるから、もう本当にね、若いうちにね去勢しとけばよかったかなってちょっと思いましたね。そう、本当に今はすごいリスクがあって、心臓も悪いしみたいな、で不整脈も持ってるし、あと口息がしづらいんですよ。リック病院の先生も言ってたけど、フレブル特有のこう息がしてるふがふが言うやつもあるから怖いですね本当に。でも前おしっこの病気の時に一回全身麻酔して治療したんですよ。その時は大丈夫だったの。でもそれが2年くらい前かな。だから2年さらに年取ってるわけだから、リスクも上がっちゃってるわけだから、もう本当にね、大きくならなければいいんだけど、本当毎日ね不安ですね。病院の先生もすごいね、リクのこと大好きだから心配して、その2週間後連れてった時も、あ、もうこれ大きくなってないから悪性のがんの可能性は低いかなって言ってたから、まあ、100% じゃないの、分かんないから、良性か悪性か、まあ、まだ完璧に安心はできないけど、まあ、今のところ一安心かなって思います。でもしね、一番の目が聞きたいのはその手術のリスクなんだけど、不整脈とか心臓の病気の老犬でもし全身麻酔の手術したことあるよっていう方とか、もしいたらね教えてほしいです。あと同じように腫瘍見つかったよっていう方とか、少しでもね参考にしたいのでぜひ教えてください。ロメもやっぱりいろいろ調べてはいるけど、視聴者さんのね方からの意見もぜひ聞きたいなと思うのでお願いします。まあ、やっぱりよく見ることがね大切ですね。あんまりさ気づかないじゃん、そんなさ左右差なんて。そうだから本当にちゃんと見ててよかった。こう分かるの、歩いてて後ろ姿や片方がこう重いのかこう傾いてたから、あれみたいな、で触ってみたら全然大きさ違くて、これちょっと心配だよねっていう話になって病院に連れてきましたね。でまあ去勢してないワンちゃんもし飼ってる方いたら、本当にこういう腫瘍が見つかる可能性もあるので、よく観察してあげてください。でなんかちょっとでも異変に気づいたら病院連れていくのがいいと思います。やっぱりもうリクのことになると、もうロイもお父さんも結構もうすぐ病院って感じなんですよ。でもいろんな病気持っちゃってるから、腰もなんかね悪いし、おしっこの病気も再発しちゃうかもしれないし、はぁ、リクもうこれ以上ねなんないでね、心配しちゃうよ。でもめっちゃ元気なの、毎日走り回ってさ、噛まれてるよね、レイね。ね、言ってみんなに、リクおじいちゃんに噛まれてますって言ってね。おいでリク、リクおいで。はい、じゃあね、まあ今回仲良しだね。リクに怒られるよ、ほらほら怒るよ、リク怒るよ、怒るよリク怒るよ、怒ってるからレイ怒られるよはい、まあということで今回ね、また本当にみんなねまたって感じだと思うんだけど、まあ、本当にちょっとでも参考になってほしいんですよね。みんな飼ってるワンちゃんとか、あとロミも本当にアドバイス欲しいから。まあリクについてのお話だったんだけど、まあ今のところはまあ経過観察で、まあ多分大丈夫なので、まあ、そこはちょっと安心してください。でもまあこれからねどうなるかまだわからないから、まあちょっとずつちゃんとね様子見て、なんか異変に気づいたらすぐね病院連れていこうと思います。もうねリクもね、リクチャンネルだから、このチャンネルリクがいないとダメなんだよ、わかった？リクチャンネルのリーダーなんで、ねちょっとの異変で病院連れてって長生きしてね。まあちょっとまあ1ヶ月経って安心なんだけど、もうこれ以上大きくならないようにね、わかったリク、自分でどうにか踏ん張って。じゃあまたね、暗い動画ではなくてロッキーリクレイと楽しい動画やっていこうと思うので楽しみにしててください。じゃあまたリクたちの楽しい動画見たいよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。怒られる怒られる。